ははいこんにちは親の力です今日はマイクをつけて収録しますのでね、えー、今まで音声小さかったかもしれませんけども今日からはいい音声で聞かれるのではないかなと思います。それからですね基本、あのー、編集の時間っていうのはなかなかないもんですからあの言い間違いとかあってもそのまま <laughs> 収録して参りたいと思いますので多少お聞き苦しいところもねあるかとは思いますけどよろしくお願いします。 さてですね今日は私の同級生のねお話をしたいと思います。私まあ小中学校まあ田舎のね学校ですけどあの一学年100何人110人いたかどうかくらいの学年ですねですから3クラスですね小学校6年間そして中学校3年間まあほぼ同じようなメンバーでね過ごしたわけですけれども。 私のある同級生、まあ、仮に「Y 君」としておきます。本名はず絶対言うなよって言われてるんでね、えー、言いません。Y 君ということでね今日は彼のお話をしたいと思います。この Y 君ですけどですね、まあ、勉強ができなかったですね。えー、そうですね彼が言うには中学1年生の時に数学が学年でビリから一番だったと言ってますね。 まあ、ちなみに私はビリから2番でした。これあの紛れもない真実で数学全然できなかったですね。えー、まあ私のことはまた別のね動画でお話ししたいと思いますけどこの Y 句、まあ、どれくらいできなかったかと言いますとですね中学3年生の時に分数の足し算というものが全然できなかったそうですね。それで中学3年生の担任が 数学の先生だったんですねさすがになんか哀れに思ったらしくてある時その先生がですねリンゴを持ってきてくれたと Y イ君が言うんですねリンゴで包丁も持ってきていいか Y よく見てるよ今からリンゴを半分に切るぞ切りましてねこっち2分の1だろこっちも2分の1だな合わせると1だろこの説明を聞いて初めて1 2分の 1+2 分の1イコール 一であるという意味が分かったというこう本人が言ってましたね。これがなんと中学三年生の時ですからね。まあ他の科目もおしなべて、えー、苦手だったみたいですけど、特にまあ算数ね、えー、数学ですかね。まあそれが苦手だったということをやってます。まあそんな感じですからね。まあなんとか高校もやっと入ったという感じでね、えー、高校も行きましてまあ卒業もやっとなんとか なんとかお情けで卒業したという感じだったらしいですね。まあ本人がそういうふうに言っております。でですね、まあ当然就職先に困るわけですね。えー、まあ就職口がないということで。で彼はどうしたかって言いますとですね、中学の卒業式の3日後らしいんですけどね、確かそう言ったよね。一人で、ね、東京へ出たそうです。 まああの仕事も決まってないしねぐらも決まってないんですけどとにかく俺は東京で一旗あげるぞという感じでね、まあ、東京へ出たらしいんですねでさすがになんか哀れに思ったお兄ちゃんが3万円くれたというような話もしてたと思いますねで、まあ、東京に東京駅に降り立ちまして八重洲口のベンチに座っていたそうです まあ冬ですよね。冬の八重洲口。まあ寒いですよね。まあ風がヒューッと吹いてきまして。さあこれからどうしようかと。えー、一旗あげるはいいんだけれども、何をどうしていいか全然わかんないわけですよね。で、まあベンチに座っておりますと、風がヒューヒュー吹いてきて。そしたらですね、新聞が飛んできたそうです。ヒュルヒュルっとね。何気なく手に取ってみるとですね、求人広告が2つあったということですね。で、住み込みのパチンコ店員と、 住み込み込の新聞配達どちらにしようかなということで止まったのがね、えー、住み込み込の新聞配達だったそうですで早速そこに行きましてね、えー、でまあそこのところであの採用されたということでまあねあのとにかく働く人が向こうは欲しかったらしいですねまあそれでですね、まあ、住み込みですからうちもで食べ物もねで仕事も同時に確保できたということでラッキーということでね で次の日から早速こう新聞配達を始めたということですね。でまあ、ところがあの新聞配達だけでは済まないわけでなんかあの営業もやらせられたらしいですよね。まあ、拡張販売員っていうんですかね。で何々新聞取ってくださいみたいなことでね。まあ、あのこれも新聞の名前は言わないでって言われてるんで言いませんけど某大手 <laughs> 新聞ですね。で、まあ、新聞も配達するし。 営業もやるわけですねでところがですねこの営業がですねすごく彼の性に合ってたといいますか才能があったらしいんですねなんかねたちまち営業所のですね、まあ、トップセールスマンになったらしいんですよねで何年かしたらその某大手新聞の日本一って言ったかな確かねのセールストップセールスマン になってその社長賞をもらったと言っております営業の才能があったんですねでまあ収入もだんだん上がってきてねでまあ何年かそういう風な感じでやっておったわけですね彼がその営業の才能があるなんてことはねあの小中学校時代全然わかりませんよね本人もわからなかったと思うんですけどねやってみたらまあそういう才能があったわけですね で、ある時、その、ヘッドハンティングされたというらことですね。それはまあ、営業の才能を見込まれて、で、何の職種かって言いますと、まあ、当時、没興していた、こう、IT 産業ですね。なんか、ソフトウェア開発の会社に、営業員として、スカウトされて、ヘッドハンティングされてね。で、 ソフトウェアを売るそういう営業を始めたんだそうですねでその会社には東大を出たとかね慶応とか早稲田出たとか、まあ、そういう人たちも営業でたくさんいるようなまあそういう結構いい会社だったということなんですね、えー、まあ彼は、まあ、なんとか高校をやっと出た感じのことですけどね で学歴的にはまあかなり、えー、そういう人には太刀打ちできないわけですけどもところがですねまあ営業という点ではですねその東大出たとかそういう人たちも引けを引けを取らなくてですねまたその IT 産業の会社でもですねトップセールスマンになったんだそうですよねでとんとん拍子にその IT 企業であの出世しましてねで 営業部長というものになったらしいんですね。でところが彼はこれがなんか面白くなかったみたいですね。あのまあ、部長なんで自分で営業ができないわけですね。まあ、とにかく営業が好きだということで部長になっちゃうともうできないと、まあ、管理職ですからね。でなんかつまらなくなっちゃって辞めたんだそうですね。えー、で辞めてどうしたかって言いますとですね自分で IT 企業をね 立ち上げたとということなんですねびっくりしますよね。でまあ社長一人で、えー、IT 企業を作りましてでその日銀座にねあの一人で飲みに行ったんだそうですね。まあ,あの一人で宿杯をあげるということでね。えー、ところがですねその飲んでいた時に、まあ、隣に座ったなんかおじさんと知り合いになってなんとその 人がですね某大手旅客会社のです、ね、なんか常務とか専務とかなんかそんくらいの偉い人だったらしいんですね。でまあ当時その IT システムがまあ世間にねこう普及しつつあった時なんでその旅客の受注っていうか、ね、予約システムですよね座席がどうのこうのってね。まあそのソフトウェアを開発しているんだということでえ君何 IT 企業なのっていうことでね。 じゃああんたんとこで作ってよということでなんかいきなり受注したらしいんですねそこがすごいですよね飲みに行ったかところでねいきなりトップセールスで大手旅客会社ですよもう誰でも名前知ってるよね名前出すなって言われてるからね言いませんけどもうそこで、ね、もう受注しちゃったんですねで嬉しい反面さて困ったとっていうのは彼はそのソフトウェアを作れないわけですね まあそりゃそうですよね。数学がビリから一番のような人ですからね。まあ、プログラミングっていうのはなかなかね。で、どうしたかって言いますと、前にいた会社からちょっとヘッドハンティングしたりね。で、まあ業界にもあの名前は知れていましたのでね。まああちこちからこう、来い,いよみたいな感じでね。まあ結構なんち言いますかね。人たらし的な能力が高いんでしょうかね。あの、ついてくる人が結構いたんでしょうね。 で、ヘッドハンティングして、技術者をまあかき集めて、そのソフトウェアを作ってもらって、で、なんとか無事納期に合わせてね、えあの納品したということなんですね。で、やれやれということで、で、しばらくまあ,あ、のその会社で、あの、旅客会社で作って、使っていたらしいんですけど、で、なんかこれはいいシステムでなだねっていうことになったらしいんですね。で、なんか次から次へとまたその会社からね、受注するようになりまして、 でまあ、なんかトントン拍子でその会社がね大きくなってびっくりするくらい自分でもびっくりするくらいどんどん大きくなってね、まあ、IT 企業の社長ですよでそうですね今から10年くらい前にその話聞いたんですけどその時点で会社を5つ経営してるって言いましたね5つですよ全部 IT 企業の会社らしいんですけどねまああの、まあ、新宿にね、まあ、本拠があるということで大きいビルに入ってるらしいんですけどね でその話をですね聞いたのが10年くらい前にやった同級会だったんですね中学校の同級会でで私あの他の子とこう喋りながらねあの、うん、ワイワイやっておりますとある人が来てね「ねえねえケイちゃん聞いて聞いてワイ君ね社長だってよ」って教えてくれたんですね <laughs> えワイ君社長、まあ、しょ社長っつってもいろいろありますからね うんまあ、どうせまあしかしね、まあ、そんな大したことないだろうと思ってで、まあ、聞きに行ったんですよねあ久しぶりってことでもともとねあの中学校の時すごく仲が良かったんですね彼とはねであ久しぶりだねってことでねでその話になりましてねでなんか私その話聞いてすごくねあこれは面白いなと思ってでこれはあの、まあ、当時私あのメルマガとかもうでに書いていたんでこれはネタになるなと思ったんですね あのメルマガのネタになるし公演のネタにもなるんじゃないかってことでもっと詳しく話を聞かせてくださいよってことでね後日あのあの,パあのパソコンで検索したらあの会社も出てきたんでそこでメール送ったんですねでじゃあ会いましょうということでね銀座で会うことになったんですねで銀座でですねあのまあ落ち合いまあ落ち合ったのは別のとこかな で、まあ、地下鉄かなんかで、あの、銀座へ行きまして、さあ、どこで食事しようかってことでね。で、彼がね、行きつけの店に連れてってくれたんですね。で、ここだよっていうことでね、じゃあ、お寿司食べようってことで、ここだよってことで行ってもえ、これ寿司屋なんかね、ちょっとさえないビル、ビルのですね、前に連れてってくれたんですよ。え、寿司屋なんかないじゃん。あ、この上にあるんだよ。まあちょっとね、雑居ビルの。 上にこう上がっててきましねエレベータータでえこんなところの寿司は大したことないなと思ったんですけどところがですねびっくりしましたよあのエレベーターを出てバーッとねそうもう何回か忘れいみましたけど7回か8回ぐらいですねもうそのエレベーター出たところも別空間な感じです,すごいゴージャスゴージャスなんですねえこんな 汚い雑居ビルにこんな上の方にねすごい寿司屋があるんだと思ってびっくりしましたねでまあ、あの雰囲気もいいしねお寿司もおいしいしねお客さんもなんかみんななんかお金ありそうな人たちばっかりなんですね、まあ、こんな店来たことないなってことでまあお話も面白かったですよねでまあ23時間いてじゃあ帰ろうってことになってねで 帰る時まあ当然レジに行くわけですけどレジがないんですねびっくりしましたレジがないんですよあれレジないじゃんレジどこお金払うのどこで払うの,あのケイちゃんここはねあのお金払わないとこなんだよえまあ要するにそれなんか接待専用のお寿司屋さんみたいなんですねだからあの一元さんは絶対入れないんですよそんなところに寿司屋があるってことは分かりませんからねでまあ毎月月末にね、まあ、会社にその請求が来ると。 いうまあ、そういう世界なんですね。いや初めて私そういうところに行きましたけどね、まあ、そういう世界があるんですね。であのお別れする時にねあの「ケイちゃんいつでもこの寿司屋で食べてくれていいよ俺の会社に付けてくれればいいから」って言ってくれたんですね。ラッキーということで <laughs> ところがですね、まあ、結構酔ってましたし夜だでもありますし雨も降ってたんですねですからねしばらく歩いたらねどこだったか分からなくなっ,ったんですね。 なんかこうカードでももらったきゃよかったんですけどねあの住所とか書いたね店の名刺みたいなそれもしてなかったんででもう行けなくなっちゃったんですけどねまた後日また連れてってっていうのはさすがにねあれだし電話で聞くのもなんだしメールで聞くのもちょ,っとちょっと恥ずかしいかなって気持ちだったんで、まあ、それなりになってしまいましたけどね、まあ、そういう店があるんですね、まあ、そういうところにねあの、まあ、それくらい何,何を言いたいかって言いますと 大気晩成っていうのはあるんだなってよくね有名人とかではありますよねあの他の動画でもあの言ってますけど私言ってますけど坂本龍馬ね小さい時ねめ正面ばっかりしてたとかねダーウィンは小さい時あの虫い狐狩りですかねばっかりしてたとか、まあ、そういう話いろいろしてますけどまあ有名人じゃないですかでも身近にねそういう話っていうのは まあ聞きましてねあ本当にあるんだなだって中学で数学ビリから一番ですよねで他の科目ものおあのほとんど全部全滅だったと思いますまあ運動も苦手でねまあ野球部の球拾いずっとやってましたよねまあそんな彼 <laughs> ねもうもうそういうふうにね大器晩成ってあるんですよです。ですからですね 皆さんのお子さんもね、今あの、なかなかね、もしかしたらパッとしないかもしれないし、勉強やらんかもしれないし、だらしがないかもしれないしね、まあ、いろんな問題点はいろいろあると思います、まあ。こんななっちゃってるかもしれないですけどね、でも、それはね、あの世を忍ぶ仮の姿なんですよ、ねあの。本質的なところはまだまだわかりませんのでね、先が長いです。だって彼がね、こんな何年か後にね、IT 社長に、 なななるなんて誰も思わなかったです私も思わなかったし本人も思わなかったと思います。あの先段は双葉よりかんばしいって言ってね、まあ、先段という木は、まあ、双葉である時からもうかぐいい香りがすると、まあ、先段って香りがいい木ですよねそれはもう双葉の時からいい香りがするよってことで言うんですけど、まあ、ある意味当てはまってるかもしれないけど当てはまらない場合もあるんですよね彼は小さい時そういうかぐわしい香りとか別にしなかったですから。 ですから皆さんのお子さんもね、まあ、こんなになっちゃってるかもしれませんけどね世を忍ぶ仮の姿なんですですからね長い目で見てあげてくださいただねまあギャン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 小さい時ダメジャン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 ,ジャンって叱ってしまうとね自己肯定感がボロボロになっちゃってね後であとで大きく、ね、大気晩成する時のこう何て言いますかね自己肯定感が引くとどうせダメだっていうふうになっちゃってあの頑張れなくなっちゃうんで。 彼はそういうことはなかったみたいですからね。あの自己肯定感は結構高かったみたいなのです、ね、そこは大事にしてあげてください。で、もう一人ね、あのー、私の知り合いでね、みっちゃんっていう女の子がいるんですけどね。このみっちゃんっていう子もね、小さい時はですね、なんかね、ぼーっとしてる子なんですね。女の子って割とテキパキしてる子多いと思うんですけど、みっちゃんはね、ぼーっとしてますよね。みっちゃん起きてるうん起きてるよってな感じでね。 でまあ、当然まあ勉強も運動もねいまいちで生活態度もいまいちでしたけどねでもそんな彼女もですねまあ成人してからはですねもう国家資格で資格でね看護師の免許を取りましたねで看護師で頑張ってねであの某大手病院のですね看護師長になったそうですで、まあ、看護師長って言ってもいろいろあるんですけど看護師長を束ねる トップの看護師長なんだそうですね、うん、ですからまあ部下なんか家いっぱいいますよ若い医者さんにもねどん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 教えてあのー、鍛えてると本人は言ってましたあなたがあの3つなんですかみたいな感じな人なんですねですからそれもね大晩成ですよでもう一人ねこれも私の同級生なんですけど M 君っていう子がいたんですね これがね、だらしがないを絵に描いたような子だったんですね。上靴がですね、もう彼の上靴が5、6冊、五六卒、5、6足で教室にあるわけですよ。で、あっちの隅にね、片割れがあって、あっちに、ま、いつも先生、これ誰のだ M、お前のだろうみたいな感じでやられてましたけど、ね、とにかくだらしがない人でした。<laughs> でもですね、某、 役所の、まあ、公務員になりましてねで、まあ、結構あの技術畑の人間なんですけど彼も頑張りましてねまああんまりはっきり言いませんけどなんとか部長になりましたでまあ今は定年しましたけどねで頑張ったんですよ、ね、ということありますから私たちのごく身近でもねそういう大器晩成ってのありますですからさっきも言いましたけどね 皆さんのお子さんも長い目で見てあげてください。ということでお送りしました。親の力でした。お聞き苦しいところもあったかと思いますけどね。あの、これからも続々とアップしてまいりたいと思いますので、親力チャンネルぜひ登録してください。ではまた。